アイテム番号、SCP-73。オブジェクトクラス、ユークリッド。特別収容プロトコル、SCP-73 はすべて無機質な家具と浴室が備わった2部屋の独房に収容されています。自由に施設内を出歩くことが許されており、メイン食堂で食事をします。SCP-73 に取り付けられた追跡装置は取り外しません。地面とのあらゆる接触と外出は許されていません。どのような状況においても植物型の SCP との接触は許されません。決して SCP-73 に対し暴力を振るってはいけません。SCP-73 は現在サイト17に収容されています。説明。SCP-73 はアラビアか中東のとても日焼けした30代前半の男性のような姿をしており、身長 185cm、6、1、体重 75kg、165lbs、で黒髪の青い瞳をしています。両腕、両足、脊柱、両肩甲骨は未知の作りの金属に入れ替わっているように見えます。指摘しても目に留めるだけで、どのように、なぜ、いつ頃、入れ替わったものなのかわからず気がついたら持っていたとだけ話します。額にはシュメール語と思われるシンボルが刻まれています。シンボルはまだ翻訳されておらず、シンボルについて言及すると苦しみだし話すのを拒否します。定期的に飲食をしなければなりませんが、植物由来のものの影響を受けるため完全に肉食です。SCP-73 は、カインを自称し、通常は誰に対しても礼儀正しく、親切に話しますが、その口調は冷たく機械的だと言われます。とても有能で、どんなことでも喜んで職員を手伝います。遥か昔のことから現在まで起きた出来事を詳細に説明することができて、滅んだものも含め世界中で使われている多種多様な言語を話すことができます。映像記憶を公言しており、1分半めくるだけで800ページの辞書の一言一個まで覚えていました。実施した知能検査では全て平均以上の点数を出しました。SCP-73 の存在発地で成長する全ての生命に対し害を与え、20メートル範囲内のそれらの生命は死に絶えます。SCP-73 が歩いた土地、そしてその20メートル範囲内、は全ての嫌気性菌が死に絶えるために不毛な土地となり、新たに菌を持ってこない限り永久に生命を育てることができなくなります。木や紙といった土で成長する生命に由来するものは SCP-73 が触れるとすぐに腐敗し崩れます。さらに水耕で育ったものでも影響を受けます。SCP-73 へ振るわれた暴力は攻撃者に直接そのままの威力で跳ね返され、SCP-73 は無傷のままです。これは SCP-73 に向けられた全ての損害に当てはまります。組織と血液サンプルを採取する試みは無駄だと判明しました。処置を行うと、処置をした職員は SCP-73 に対して行った行為の感覚を感じ、すべての行為は SCP-73 のみに対して向けられた、という事実にもかかわらず、自らの血液や組織を採取し傷つきました。また媒体を通じた間接的な損害でも行為を行った人物にその損傷が跳ね返ります。SCP-73 は実際に傷を負うことはないが痛みは感じると述べ、過度に危険な行動は控えるよう研究員たちに丁寧にお願いしました。追記メモ。SCP-73 は1900年、多くのギャングの死体の真ん中にいるところをニューヨーク市警に発見されました。SCP-73 は警察官に、ギャングははじめ冷やかしだったのが怒り始め、SCP-73 を殺そうとしたため、自滅したと話しました。SCP-73 は拘束され、ニューヨーク市警は情報を得られなかったため、ジョン、ドウ、七死男性、とみなしました。SCP-73 は財団の定期的な、ジョン、ドウ、検査で発見され、我々に保護されました。ホイ73、1。SCP-73 の傷つかない性質、映像記憶、人を喜ばせる性格から最高司令部は、大災害で情報を損失しないよう SCP-73 に、バックアップ、することを命じました。賛否両論が起こる中、SCP-73 は同意すると秘密厳守すると誓いました。ホイ73、2。SCP-76 に関する情報を、バックアップ、するため SCP-73 に持っていくと、その情報を熟知していることを示し、すでに SCP-76 については全て知っていると述べたものの、新たな情報の追加に抵抗感を見せました。そして関係する全ての人々にとって、自分が SCP-76 に会わない方が良いだろうと言いました。
ホイ73、3、SCP-73 の持つ未知の金属の調査では、それがベリウム銅であることが示されました。様々なアノマラスな文化や存在がその金属を活用してきたことが記録されています。特に顕著なものとしては、SCP-1216、SCP-1427、SCP-2481、SCP-2711 の部品の中にベリウム銅が発見されています。この発見を考慮し、財団はベリウム銅の起源をたどり、どのようにしてそれが世界へと広がったのかについての調査を開始しました。尋ねられると、SCP-73 はベリウム銅が中東起源であることを示唆する情報を提供することができましたが、正確な起源の場所については未だに確かではありません。ベリウム銅の起源に関するさらなる調査が進行中です。